それから私たちはかけがえのない今へと戻ってきました。束の間の開口を惜しみながらもマリエルさんに背中を押されるようにしてトリオンモールを後にし、学芸祭の特別ステージの最後になんとか間に合うことができたのでした。本日のアラミス学芸祭は終了しました。ご来場誠にありがとうございました。生徒並びに関係者の方々は明日の準備をしつつ中庭に集まってください。いや確かに今年は一味違ったな。来年はまた変わるらしいけどどんな感じなのかしら。えへへ、明日もまた来たい。やれやれ、まさかリーシャ魔王にクラウゼルまで飛び込みだなんてな。豪華すぎるゲストも含めてどんだけ欲張りなんだってのお前ら。まあ確かに最初はレン先輩の提案でしたけど、私やオデットにアルベール君、他のみんなも乗っちゃいましたね。カルバードの過去と現在、高まりつつある分断の兆し、それに周りの国々との関係も考えると、賠償金が終わって危ぶまれた経済も、財阀企画の国際化でさらなる躍進か、ルネの様子じゃまた動きがありそうだし、しばらくは独走が続きそうだ。そんな中で共に新たな季節を。なかなか意味深なテーマだったじゃねえか。父をはじめとする人たちにどこまで響いたかは分かりませんが、その意味ではせめてもの意地だったかもしれません。他のみんなや協力していただいたバンさんたちには申し訳ないですけど、胸を張りな。
これだけのことをやりきったんだ。悔しいが俺たちの時以上だった。チート込みだが、それも実力ってな。そもそもバンさんたちにもいろいろ協力してもらっちゃいましたし、みんなの勝利でいいかと。本当にありがとうございました。中退 OB としてそんくらいはな。まだ初日とはいえ少し肩の荷が下りた気分ですけど、学芸祭の後には生徒会長選挙に進路相談なんかもあるんですよね。楽しいけどやっぱり大変です。アラミスは、ま、生徒会長はアルベールが出馬するって話だが、やっぱりバイトの回数もこのまま絞った方がいいんじゃねえか。もうだからそこは譲れませんから。スウィン君たちもいなくなりますし、まだ終わってないみたいですから。うん。人の罪を観測する装置、どうしてひいおじいちゃんがそんなものを作ったのかは分かりませんけど、多分、いえ、間違いなくゲネシスにはもっと重大な秘密が隠されている。そう思えてならないんです。うん、だろうな。そしてメアとグレンデルが絡んでる以上、俺も無関係じゃいられねえ。もちろんあいつらもな。はい、ディンゴさんの指摘通り、確かに人は弱い存在かもしれません。それでもその時々でどうしても前に踏み出さなくてはならない時がある。たとえ間違いに終わったとしても、それもまた人間だと思うんです。ああ、でもあの時のバンさんみたいに、今回フェリちゃんやカトル君、アーロンさんやナーディアちゃんたち、それ以外の人たちもそれぞれの過去や葛藤を乗り越えて今をつかみました。だから私も改めて見習いたいと思うんです。ゲネシスのこと、お父さんのことはもちろんですけど、賞賛がなかったとしても、いつかこの思いを大切な人に、そんな一歩を踏み出せる勇気を。バンさん、アニエスさん、何まったりしてやがる。てめえらも参加しろっての。まだ始まったばかりですし、せっかくですからぜひ。さすがにちょっと汗をかいちゃったな。ねえねえニナ、リーシャ、せっかくだし私たちも行かない？いいですね、まだ踊り足りない気分でしたし。そうじゃ、次は学園を舞台にした血湧き肉踊るエンタメ大作を。まあ、それは楽しそうですね。おいおい、この二人合わせちゃ危険じゃねえのか。うーん、僕としてはパニックホラーを期待しますけど。ああ、それはいいね。濡れ場なんかも結構ありそうだし。マクシムさん。あ、いやいや違うんだ。ふっ、馬脚を笑わしやがった。アニエスちゃん、一緒に踊ろう。あ、バーはその次にね。おっと、だったら私はその後にお相手願おうかな。あら、ずるい。なら私はその次に予約ね。いや、モテモテですな、バンさん。
テてるというよりいじられてるだけな気もするが。でもまあ強敵揃いみたいだし、エレインも頑張らないとかな。ちょっとフィーって久しぶりなのに何把握してるのよ。せいぜい腰を痛めないよう気をつけて相手を務めるんだな。記念写真もバッチリ撮りますので行きましょうか。ああたく、お前ら盛り上がりすぎだっての。